はい、どうも、こんにちは。今回は、Life is Strange True Colors 続きからやっていこうかなと思います。前回は、エレノアさんだな、エレノアさんと一緒に、違うな。花屋に向かって、エレノアさんが何を恐れているのか突き止めて、エレノアさんと一緒にその日のことを思い出したわ。はい。で、今回は、またもやるけど、近くにこの花屋の近くでマックを探すっていう、やることがあるから、それやっていこうか。で、なんか前回、なんかその橋の方に、なんだこいつ、めっちゃ速い気なんだけど。怖っ。何こいつ怖っ。店に対して双眼鏡を使ってどっか行ったぞ。怖っ。ムーンドロップランチは進んでる。あ、エレナさんから来た。鶏小屋買った？アレックス、さっき本当にごめんなさい。せっかくお手伝いしてくれたのに、あのことがあまりにショックです。いいんです。エレナーさんの気持ち、わかりますから。そうなんだよ、なんか。いや、まだよ。ヒコリのストーリーを進めるのに忙しくて。誰？その、うちの兄の死を忘れてたからさ。やればわかるわよ。そう、思い出させるか、ダスト&デイライトも思い出させないかみたいな選択肢があって、うん、まあ、迷いに迷った挙句思い出させるっていう選択肢を選んだわけよ。もうそしたらもう悲しみに打ちひしがれてなんの。マック？どうしよう、ケンタッキーがいたら。マックじゃなくてケンタッキーがいたらどうしよう。ケンタッキーがいた場合俺対応できないんだけど。マック？マック？マック？おる。めちゃくちゃマックおる。まずは真実を話したら。いや、絶対さ、話してもらうからね。てか、もうここで話せる時点でもうあれだわ。絶対誰がなんか言われてるわ、これ。お前が黒幕じゃないことは分かってる。さあ、話しな。マック。お前か。あのことは。電話がなかったって話、嘘だよ、ね。怖すぎだな。誰かを責めたくなるのは分かる。ライリーのことも感謝してるし。あそこ俺は救ったのか。力になりたいとも思う。でも今は無理だ。でも今は無理だって。しかも動かんのかい。ふざけないでじゃないんですよ。ここでちょっと一歩引いて大人になると。ねえ、正直に話しづらいのはわかる。大人。でも人が死んでるの。大人だって。頼む。あ、もうほっといてくれ。だこのクソガキは。ぶっ飛ばすぞてめえ、ね、橋から落とすぞてめえ。お願いだから。激流飲まれちまえ。お前なんか落とすぞ。何かを怖がってるみたい。そこをついたら口を滑らせたりしないから。まあでもな、やっぱりその間接的にその会社からしたらな。今すぐマックを問い詰めてもいいけど、街でやり残したこと何かなかったかな。え？まあでも俺話したしな。話して俺アレックス。だしなんか女の子と話して、なんか街を出るつもりだみたいな話聞いたからな。アレックス、多分大丈夫だ。本当にこいつ関係ないやっていう人以外は見落としてないと思う。続けてやってるし、見落としてないと思います。よし、行くぞ。あ、でもやっぱり、あ、ってならないかな、大丈夫かな。あんたこの町を出るつもりなんだってね。やっぱこれだな。やっぱりやましいことがあるんじゃない？違う。俺は。てかまあ会社からしたらな、責任はこいつに行くからな。もうほっといてくれよ。え、まあマジでやり残したことあっちゃった。めっちゃ見られてるし。ああ、そうか、これ今感情を共有してる段階だから、あれなんだ。あいつからした世界はこう見えてんだ。
あいつが、あいつを、あいつが兄さんを殺したみたいなさ、そういう世界に見えてんだ。あいつが、ちゃんとしなかったせいで人が死んだんだっつって。そういうことか。マック本人のことは後に置いておこう。まず周りを調べないと。で、これで人の会話が分かるんだ。だからごめんなさい。ライフイズストレンジはちょっとなんかあれだな、画面切り替えというか、ムービーがちょっと不安定だな。これ俺が悪いのか。録画モードと合ってないのか。見張られてる。見張られてる。iPhone からは逃げられないんだ。逃げられないんだ。録画モードと相性悪かったりする？一応録画禁止区間があるんじゃないかと思って一応裏で回してんだけど、それが逆に悪かったりすんのかな。マックは横道に入ったはず。え？あの人たちでも聞けないんだ。どう思ってるかとかさ。みんなの視線がマックを追い詰めてるんだ。あそこまで冷静に分析できてんだお前、すげえな。で俺を疑うんだ。俺のせいじゃない。まあそうか。まあそうだな。ああもう壊れちゃった。画面が壊れちゃう。まずい。確かにこれ録画モード足悪かったらすっかな。ちょっと待って。どっちが悪いんだろう。どっちが悪い。これど俺はどうすればいい。じゃあ今までのライフイズストレンジシリーズは別に録画禁止区間なかったからさ、別にいいんだろうけどさ。こんなのおかしい。俺は悪くないのに。まあこう見えてんだな。まあそもそもこれ発売前だからな。ちょっと発売前にやってるから、まあ多少それは動画とかと相性悪くてもしゃあないんだけどさ。録画機能とかそういうことなのかな。あ、全部あんたのせいよ。ライリー、アレックス。そっか、まあまあそうね、そうね。映ってる。ダメだ、人がいるって言っただろ。爆破は中止しろ。ああ言ったんだマック。みんな俺を疑ってる。さっきもそうだった。やっと分かったよ。いやまあ1個しかない。これは1個しかない。これは1個しかない。これはごめん1個しかないです。そうか、だから仕事というかそれが遅延しちゃうから人一人がうんたらかんたらのために止めてられっかよっていうことか。嘘つけって会社に脅されてるんでしょ。どうして。あんたも同罪。こんな分かりやすい選択肢あるんだ。こんな分かりやすい、めちゃくちゃ分かりやすい選択肢来るじゃん、ここに来て。自分のせいじゃないなら堂々としてないよ。かばうのもやめにしてさ。やめてくれ。好きでやってるわけじゃない。電話はなかったと言えって会社から命令されたんだ。それじゃやっぱり。あれは事故じゃない。俺は電話があったこと伝えたのに。え、投稿しやがったんだ。でもこれ別にそれで終わんないか。信じてくれよ。大体ゲームを殺そうなんて考えたこともない。なのに会社から脅されて、町のみんなからは人殺しだと思われてる。ライリーにまでだぞ。いや、リアル。もうどうしろっつんだ。リアル。そう思うんだろうな。助けてあげてもいいけど、本当にそれでいいのかな。いや、そう思うんだろうな。おい。助けるじゃないんだ。落ち着かせるなんだ。いや、助け、落ち着かせるのは落ち着かせるでいいよ、別に。いいよ。追い詰めなくていいって。
いや、追い詰めすぎたらこうなっちゃったら人ってもう入んないし、ほんと川に飛び込んじゃうぜ、こっから。死んでやるってなるよ。なりうるよ。落ち着かせましょう、これは。ったく。ねえ。いや、大人すぎる。一旦落ち着こう。うちのアレックス大人すぎる。ほら。深呼吸。大人すぎる。疑われるのは辛いよね。でも真実を伏せてたらずっとこのままだよ。ちょっと待って、これ、一回止めるわ。私を信じて、なんとかする。ちょっと、これのせいかな。何かしてきたら私が絶対守ってあげるから。これのせいしかないんだけど、こんな露骨に画面が不安定だとなかったからな。サンキュー、気が楽になったよ。まあ、よかったよかったよかった。精神科でこういうのよくやられてたから。で、あと発売前だからバグってんのかな、ビデオクリップが。タイフォンに思い知らせてやる。さすがにちょっと頻度だったからさ、ちょっとどうしよう、急にここで録画禁止区間来たら。あるかな。あったらごめんなさい。すぐ消しますから。ごめんなさい。いや、それしか疑いようがないんだよな。なんかもう、ここ、その裏で録画モード回してやり始めたのって前回からなんだけど、前回ぐらいからちょっと画面おかしかったから。で、発売前だからおかしくなるっていうのも、まあ、辻褄合うしな。あの、うん、そう。今どこ？うん。話せない？誰？うん。誰？というかさ、ちょっともう画面のことでさ、あれだったけどさ、ちょっと触れかけたんだけどさ、これだってさ、逮捕者がやったってなったとしてさ、そこになんかストーリー性なくねって思っちゃうんだけど。だってね、逮捕者にとってシンプルに都合が悪いから実行させましたって言われたらさ、そういう話でさ、なんか誰かが黒幕とかじゃなくねって思っちゃうんだけど。チャプター3ぐらいまでしかないのかな、もしかして。誰？ライアン、マック、ようやく認めたよ。何を？電話のこと。何だって？あ、ライアンを呼び出したんだ。嘘つく理由があったみたい。今さら。あいつ、電話のことを公にしないように上から指示があったって。やめてくれよ。何度もここで思い出すんだ。もうどうにもならないのに。はいや、あいつはもういないんだ。いや、まあそうだよな、そう思っちゃう気持ちもわかるって。いや、でもさ、ちょっとなんかまとめみたいな違うけどさ、こんだけ、あんだけ感情に苦しんでた子がこうやって人の感情を見てさ、なんかもう揉まれていく感じがなんかいいよね。いろんな人の葛藤だのなんだのにさ、巻き込まれてしまうっていうのが結果的に感情に苦しんだからこそ。これもとんでもない気力だ。とんでもない気だ。とんでもない気を持ってライアンが、何者かが近づいてくる。これ違う、薬落ちてんだ。ライアン、どうしよう、帰れないって。帰れないやん。
ごめんなさい。全部俺のせいだ。俺はレンジャーなのに、あいつを助けられなかった。いや、まあまあそうか。職業的な。え、何この、このな、この悲しい音楽というかエモいやつ。いやでもね、ライアン誰も助けられなかったって言ったよね今な。で、悪いのはタイはちょっと結論行き過ぎなんだよ。まあ振り返ると、まずはイーサンだよ。イーサンを助けるためにみんなで行ったんだから、私でもないよ。ねえライアン、あなたはイーサンを助けたじゃない。そんなの関係ない。ゲイブとアレックスを危険にさらしたのは俺だ、うん、そのせいでゲイブは、俺も危険だったけどね。くそ、ライアン消えてなくなりたいよ。あ、アレックス言ったかさあ、アレックス言ったな、ごめん、イーサンだと思った。逆にイーサン言うよ。じゃあ、いや、私たちは感謝してるでいいんじゃない。自分のことを責めたくなる気持ちはよくわかる、うん、そうだよ。でもイーサンも私もあなたに感謝してる。どうでもいい、ゲイブはもういない。俺があいつを死なせたんだ。どうでもいいってどういうことだよお前。人の感謝踏みにじるなよお前。おい、許してくれ。だいぶ思い詰めてんな私が許すシンプルな私が許すって。まあ、これでも難しいね。私が許すはともかくとして、四角と三角難しいよね。なんか同じような意味合いだけど、なんかこう伝え方が違うっていうか、よくあるよね。だからね、亡くなったとしてもさ、誰かはこう思ってくれてるさみたいな表現もよくあるけど、でもなんか俺的な、こう誰もあなたを責められないっていうのがな、結構いい言葉な気するけどな。あの時ライアンがしたことを責められる人なんていない。兄さんだってそう言うよ。で、みんな死んでたからな、落石で。だから無理しないで。あれしなかったら。ちょっと崖際だから危ないからやめよ。崖際だからさ、そのもたれかかるのやめて。崖際だから一応。もたれかかるのだけやめてね、ライアン。崖際だから。うん。もうちょっと奥行こうか。ね。あ、さすがに成人男性には負けるって思うさ。ガタいいし。いや、ちょっと待って。ゴリラの着ぐるみ？すげえ打ち解けてんだけど。そんなの着てプールに飛び込んで大丈夫？そんな打ち解ける？いやいや、飛び込んだのはバナナの着ぐるみ。ゴリラの着ぐるみに迫られて仕方なく。ありえないでしょ。それマジでレストラン？急にハッピーなんだけど。一応ね。飯はひどいんだけど、ま、でもゲイブは気に入ってた。センスがほんと子供だよな。アレックス。はい。ん？あの夜の電話のことだけどさ。ああ。どう？落ち着いてきたか。あいつから。でもこれマジで、でもあれな、録画モード関係あるかもな。めっちゃ安定してるもんな。やっぱ発売前だからかな。言ってなかったけど、実は私ちょっと変わったことができるんだ。言うんだ。説明はちょっと難しいからやってみせようか。よければ。考えてることを当てるゲームか。はい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 。こんなんでもさ、このアレックスの負担考えたら、ムカついたことと怖いことは選べないでしょう。ここまでやってたら、まあ、悲しいことがまだまだね、まだ負担少ない気するからな。あ、でもこれゲームだ。兄さんを向かぶ。じゃあ、あ、兄さんになっちゃう。思い浮かべてみて。兄さんになっちゃう、ごめん。その、あ、兄さんになっちゃう。何か悲しいこと。兄さんになっちゃうって。
泣いちゃうくらい真剣に。兄さんになっちゃうよそんなの。なんかごめん、兄さんになっちゃう。そこまで考えられてなかった。ごめん、兄さんになっちゃうじゃんこんなの。浅はか、浅はかなことした。兄さんといつも二人で笑い合ってたんだ。あれ、俺もできたよ今。じゃあ俺もできたよ。じゃあもうできなくて悲しい。俺画面越しでできてるからね俺。まああいつとは。俺よりすげえじゃん、アレックスよりすげえじゃん俺。よくふざけ合っててさ。うん。あ、なんかスーパーサイヤ人なんだけど。え、ちょっと待って、これまさかお前伝説の。今頭の中にある思い出にそのまま集中して。お前かよまさか。伝説の。ほら、わかった。あ、こういうハッピーの方もあるんだちゃんと。やっぱこの感情、新しい感情だ。はいだな、イカれてるぜこいつ。ハッピーな感じを共有できるのはいいんじゃない。明るい人生じゃないこれ。天気だな。今までは嫌な感情しかなかったけど、ハッピーな感情も共有できるようになったと。楽しい思い出なんだね。3つとも覗かせてもらおうかな。ああ、空見てる。なんか、やっぱ録画しなかったらっていうか、そのプレ4の機能使わなかったらやっぱ安定してるな、ちょっと。見ようぜ、右から。え？もっとか。もっとだ。深く埋めなきゃ、王立カナダ艦警察に見つかっちまう。マジでか。スコップになってる。雲が。騙したな。ああ、悪い。空がスコップになってる。こんなに掘ったのに。いい運動になったろ。え、そのいい思い出に、あの3つの中にこれ含まれんの。相当楽しかったんだろうな。ただの穴掘りじゃん、だって。まあ何気ないね、何気ない楽しいことではあるんだけどさ、3つに選ばれる。アヒルかな。おい、鳥がいるぞ。鳥か。ああ、毒だろ。いや、どうかないぞ。毒って。おい、些細だな。今の大丈夫。今鳥引いてない、大丈夫か。カメか、なんだ。カメっぽいけどな。うわ、血だらけだな。ゲイブ、やばいぞ。カナダ艦を殺すのは国際法違反だって知ってるか。まさか、なわけ。カナダ艦はな、王室の所有物だ。王室って。カナダの王室だよ、知ってるだろ。どうしよう。楽しい思い出じゃねえや。それで結局その鳥はちゃんと撃てたの。あ、そういうことか、順番逆。しかもカナダ艦警察ってマジで。いや、ネタっぽく。あ、そういうことか、繋がってんだ。条約で保護されてるんだ。なるほどね。最初スコップなのマジミスったな。意味わからんかったもん。今のがだ、引いちゃって取り殺しんじゃ死なせちゃって、この鳥はまずくないってなって埋めたんだ。なるほどね、ストーリーがあったんだ。不思議な力ですよ、異常な力じゃありません。不思議な力です。
自分でも不思議なんだけど、うん、私ね、その人の感情がわかるんだ、うん、オーラみたいなのが見えて近づくと同じことを感じるの。なんていうかね、まるで乗り移ったみたいに。その気になればなんでその感情を感じてるのかまでわかる、うん、じゃあ俺の心を読んだってこと？はあ、想像以上だ。すごいな、まあ、心読んだってことって以前にカナダガンって聞けたらすごいだろ。今まで負の感情しか感じたことなかったから、その今のなんでカナダガン知ってるんだってなるだろう。なんか嬉しかった。そうだな、確かに。他に誰が？他に誰が？他にはいないよ、一人も。ああ、その感情を持ってた人ってことか。これでマックのことも分かったんだ。本当は電話のことを伝えてたのに、タイホンはそれを無視してバカをした。これは信じるでしょう。だけど、なんで？さあね。でもこれで次にやることが決まった。ああ、そういうステップか。突き止めてやる。じゃあタイホンを探るのか。でもそんな驚いた展開なる？手伝うよ。ならなくね。そうなんだって、会社的に不都合だったから。いや、いいよ。どうなんだろう。仲間だろう。え？ライアン。ライアンをそういう対象として見る？アレックス、うちのアレックス、我が子のような可愛がってきたうちのアレックスを。親心なんですけど、嫌なんですけど。アレックスが仲間だろ。なんかでもハグするのが多そう。握手してるやつ少なそう、パーセンテージ。仲間だろうで牛もわからないけどな。仲間だろうでハグもちょっとよくわかんないけどな。それはそれで。いや、握手でしょ。させるからハグなんて。いいよ。うちの。グマ。助手よろしく。うちのアレックス。かわいいかわいい。見せ場は全部、俺が持ってくけどな。あ、いい、でもいい、いい、いいわ。いい、いいシーン。なるほど。でもこれチャプターに終わるな、多分。わかるぜ。長年やってきたらわかるぜ。チャプターに終わりだろ、これ。いやー、でもな、どうなんだろうな。なんかストーリー的に、だって、山は作るのむずすぎないっていう。ね。どうすんだろう。今までだって、Life is Strange とかもさ、やっぱ規模が大きかったじゃん。前も言ったけど。そんな会社的に不都合でしたで終わりな気すんだけど。そんな牛耳ってるやついるか。え？え？この曲はゲイブに。鎮魂か。鎮魂歌でいいんかな。違う、だからこれだ。Life is Strange チャプター切り替えの時のやつだ。わかるぞ俺には。あ、でも伝えられたのかな、おばあちゃん。あ、なるほど、そういうあれか。
今朝話せなかったけど、私羨ましいと思いました。この町で兄さんと過ごしたみんなのこと、私にはできなかったから。でも兄さんと会って私はまた歩み出せた。あ、そうね。兄さん、私に教えてくれたんです。居場所は決して見つけるものじゃない、作るものだって。いいこと言うね。ただ今この場に見つけられましたか？怪しい人一人いますよね。さよなら兄さん。あいつ一番奥のやつ、一番奥のあいつだよ。あ、みんなが嬉しい感じだって。おい、あいつ光ってないんじゃねえ、これ。こう、あいつ光ってないだろ、おい。ほら。ほら。確定じゃん、もう。じゃあ。あ、気づくのかな？気づくとこまでやんのかな？あ、気づくとこまでやるわ、これ。あ、見えちゃったな。兄さん、見つけたよ、悪いやつをね。兄さんのおかげで見つけられたよ。あ、急に来た。あ、パニックになるマッコになった。まあ、それはそうか。さすがにそうか。あ、でもやっぱ、なんか迷いに迷ったけど、多数派選んでるな。死をエレノアに思い出させた。まあまあ、そうだよな。やっぱ、忘れてほしくなかったからな。シャーロットが逮捕を制約してサインしなかった。まあ、みんな止めたな。じゃあ。はい。湖のほとりに座らなかった。これね、座ったんです。部屋を片付けた。これ、ね、湖のほとり座ったんだけど、一回中断したからさ、あれなんだよ。残ってなかった。で、ゲームの最大にレコードを置いた。お、ちゃんとあれやってたんだ。ちゃんと俺やってるはずじゃん、じゃあ。お供え物を気づいて。よかった。結構やってない人いるもんな、気づかないで。ダーツボードに悲しい顔を作った。うん。ダーツボードを見なかった。やっぱそうだ、やっぱ見つけられない人もいるんだ。ラープでアルウィンになることを望んだ。やっぱそうだ、アルウィンがやっぱそうなんだよな。屋上でのゲイブとの思い出に浸った。ゲイブは確かに電話したと主張した。はい。ライアンを、あ、え、それ少数派なんだ。ゲイブは許してくれるって。テーブルサッカー、ちょ、待って、いっぱいあるな。いっぱい突っ込みどころが。え、何パーカー男性の犬。え、いっぱいある突っ込みどころが。ライアンを責められる人は誰もいないと伝えた。あれなんだな、やっぱみんな、ゲイブは許してくれるを選んだんだな。これはなんかあれなのかな。めった日本語版はまだ出てないから、あれなのかな。海外のあれなのかな。感じ方的な。俺、責められる人は誰もいないって伝え方結構好きなんだけどな。ライアンと握手してやっぱハグ派多いな、やっぱ。そりゃそうだよな。次よ、テーブルサッカーチャンピオンが少数派だからな。よう勝ったわ、じゃあ。で、次がラープのストーブライザーね。まあ、これは割れるよな。で、バードウォッチャーに鳥の居場所を教えた。教えたよ。え、犬いたのかな？足跡はあったんだけど、足跡的に向こうだったからさ、で、向こうへの行き方が分かんなかったんだわ。あ、帰ってきた。
オッケーオッケー。あ、で、これであれか。ここで選ぶんだもんな。どうしよう。触りだけ見るか。いや、ここで終わろう。いやー、ちょっとやっぱ、あれだな。やっぱ発売、日本語版は発売されてないから、動画、プレイステーション4の録画モードと相性悪いのかな。録画禁止区間来たら止められないんだけど。大丈夫かな。とりあえずちょっと安定しないから、ちょっと発売前まではこれでやっていくわ。はい。じゃあ、あざした。